優勝、国士舘大学。選手の方は前にご整列ください。佐藤成明会長より賞状、優勝旗並びに優勝杯が授与されます。賞状、続きまして東京都剣道連盟より賞状が授与されます。賞状、優勝、国士舘大学。医学は大の緑対関東学生権の優勝大会において当初の成績を収めましたので、その栄誉を大学に表彰します。平成24年9月10日、日本代表東京都剣道連盟会長佐藤直樹大学です。勝が出るように期待をいたしております。最後に、本日、大会で反則行為が191回ございました。これは場外反則、つばぜり合い、しない落とし等全部含めてです。今一度、反則行為をよく理解していただいて、できれば有効だと思って、勝敗を決めていただくように努力していただきたいと思います。簡単ではございますが。10月の大阪での優勝大会で駒を進めた試合です。さらにさらに技を磨いて優勝を狙って関東の代表として頑張っていただきたいと思います。残念ながら本日の大会で結果が残せなかった選手たち、特に最高学年の選手たちが関東学生剣道連盟の大会、学生の大会は最後の卒業ということになります。しかし、剣道には引退とか卒業というのはないそうです。まず4年生あるいは最高学年の皆様は学生時代の剣道の総まとめをこれからやっていってほしい。そして障害につながる剣道に持っていってほしいなと思います。ただいまの好評にもありましたが、立派な試合がたくさん見られました。その反面、引き分けの回数も非常に多かったですね。引き分け、これは試合ですからいろいろな場合が考えられます。作戦もあるでしょう。お互いが強くて手も足も出ないから引き分けになってしまったということもあるでしょう。いろいろなこともありますが、ここで一つ考えて、日頃の稽古の中で考えてほしいことがあります。言葉の遊びになるかもしれませんが、木を見て打ち切るさ。もう一つ、木と見て打つことでしょう。ちょっと内容が違うんですよね。木を見て打つ、いい機会だから打つ。もう一つは木と見て打つ、こういう教えが決まります。積極的に技を出す当然なんですが、ただただいたずらに技を出すというわけではありませんよね。木と見て、木を見て技を出す。県内が違ったのはこの前の個人戦でちょっとやっぱどうぞ、いろいろな問題点があろうかと思います。朝の挨拶を申しました。これからの学生剣道の在り方、これをお互いに考えましょう。その中で引き分けというものの一つの課題ではあろうかと思います。これからの皆さんの勝利発展を願いたいと思います。終日審判の方を持ってくれました先輩の皆さんに熱くお願い申し上げています。そして出場した選手全ての皆さんに敬意を表します。大会運営に関わった学生役員、OBの役員皆さんにも